加賀のいじは、岐阜県んは市に、かつて存在した、日本の城。加賀いぎとも書かれる。加賀いしの居城として使われ、現在はわずかに城跡が残されているのみだが、県の史跡に指定されている。地元の伝承では、城の井戸が、木曽川の中ほどにあるといい、1586年の、洪水や1608年のお囲い包み築造に、伴う治水工事で、城郭。 上地の大半を失ったと推定されている。加か氏は、織田信長、信夫に仕え、加賀家持は信夫から、加賀のいごの治療をあてがわれていた。1584年の小牧、長久手の戦いでは、加賀のい上でも合戦があり、面持ちをはじめ小坂有吉ら2000人余りが城を守っていた。5月4日には、橋場側の大軍が城を包囲した。 これに対して、5月5日に、織田信夫は、橋場秀吉が、富田寺に本陣を構えて、加賀の井城を包囲しようとしていることを、府は元禄に伝え、旧7日には元禄による加賀の家のご詰め要請を、徳川家康にも伝えたことも書き送っている。しかし、秀吉側は5日には、竹が花を呼び、祖父江近辺に放火し、加賀の井城の外交を破って堀を残すのみになり、これを、 木、下重県に報じている。加賀野以上は7日に落城して将兵は断首され、続いて、屋上も落ち、翌9日には、竹が花城も攻略予定に入った。この際、秀吉は、尾張国西部の要所である加賀野以上を落とすことで、家康自身の出陣を誘い、直接対決を目論んでいたとされる。 加か重宗十文字の親子は七日に城から突撃し、脱出に成功している。援軍の大将である、神戸市当主で、織田信五郎の神戸余郎も逃れることに成功したが、着死の神戸十三や千草市当主、千草三郎左衛門など主もだった武将は討ち死に、死者をよそせん楠木き市当主、くすの盛と、 神戸余五郎の息子の林松千代は池取りにされ、秀吉の命令で斬首された。加堅石は、その後、秀吉から東洋の誘いを受けて、おももちが使え、1599年には加賀の井に八千国の治療があったが、1600年、関ヶ原の戦いの直前に殺害され、西軍に就いた加堅石は、所領没収された。関ヶ原の戦いでは、 福島正則が、加賀の以上の付近で、都下作戦を行っている。岐阜県橋間茂中町加賀屋、井内屋敷620番地の2。ありがとうございます。